はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はお金というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。確かにお金と幸せというのは何の関係もありません。お金と幸せというのは何の関係もないということですね。なぜならお金というのは外から与えられるものであり、幸せというのは内から感じるものだからです。なので別に他の人に比べて特別お金持ちじゃなかったとしても、すごくこう幸せそうに生きてる人っていうのはたくさんいます。また逆にもうどう見てもお金持ちなんだけれども、すごくこう不幸に生きてる人もいます。でそれはなぜかっていうと、お金と幸せっていうのは何の関係もないからですね。幸せっていうのは外から与えられるものとは何の関係もない。だからお金とも何の関係もないわけです。でこれは前提として確かにそうなんですけれども、だからといってお金っていうのにもし困ってるということであれば、これは明らかに心の中に改善すべき要素部分っていうのが残ってるということなんですね。なぜなら本当に豊かな心だったらお金に困るということはありえないからです。もし本当に心が豊かな心、本当に豊かな心だったら、物心両面、お金も含めた上で豊かになっている方が当たり前だからなんですよね。だから心は豊かなんだけどお金に困ってますっていうことはありえないんですよ。それはお金に困ってるってことは、心の中に何らか改善すべき要素っていうのが残ってるということなんですね。心の畑の中に何かそれは改善した方がいいと言っていう部分っていうのが、その種とか雑草みたいなものが必ず残ってるんです。本当に豊かな心であれば、物心両面、お金も含めた上で豊かになってる方が当たり前なんですね。まずここがすごく大事なところです。だから別にお金持ちになったから幸せで、お金持ちじゃなければ不幸ということはないんです。お金と幸せっていうのは何の関係もないからですよね。だからお金に困ってる時も幸せで、お金持ちになろうとしてる途中も幸せで、そしてお金持ちになっても幸せというのが一番目指すべき姿になるわけですね。まず幸せになると、まず自分で自分を幸せにできると、ね、自分が一番大好きなことをやってるとかね、自分が一番大好きなことに取り組んでると、でその大好きなことに取り組めてる時っていうのは時間とかね、そういったものを忘れて一生懸命熱中できていると、その時はまだお金に恵まれていない、豊かになれてない、だけど幸せですと。そしてお金持ちを目指している途中も幸せですと。そしてお金持ちになってもやっぱり幸せですというのが一番目指すべき理想の姿なんですね。なぜならお金というのは確かに幸せとは何の関係もないんですけど、自由とは明らかに大きな影響があるんですよ。お金っていうのは幸せとは何の関係もないですけど、自由とはとても大きな関係があるんですね。お金というのは間違いなく選択肢を広げてくれるわけです。選べる範囲っていうのを広げてくれるんですよね。だからお金があれば自由にはなれるんですよ。幸せとは関係ないですよ。自由だけど不幸っていう人もたくさんいますから、関係は幸せとは関係ないんですけど、自由とはとても大きな関係があるんですよね。お金があるとそれだけ選べる範囲が広がり、自由というものに大きく影響を与えるわけです。だから本当に豊かな心っていうのを目指していくべきなんですね。本当に豊かな心っていうのは物心両面、お金も含めた上で豊かということなわけです。でこれがね、その哲学とか心理学とか宗教とかね、いわゆるその心の学びというのを好きでやってる人がこう目を背けたくなるテーマになってる可能性があるんですよね。心は豊かなんだけどお金に困ってますみたいなのっていうのはおかしいんですよ。それは明らかに矛盾があります。本当に心が豊かだったら物心両面、お金も含めた上で豊かになっているんです。だからお金との関係の中で自分の心の真相っていうのを知るってことができるんですね。10年前もお金で困ってましたって。
今もお金に困ってます。これ明らかに心の中に 何か解決しないといけない部分っていうのがそのまま放置されてしまってるってことなんですよ。もし本当に10年間で心を豊かにしていくことができたというのであれば、当然お金という結果もついてきてる方が当たり前なんです。で、心の勉強、例えば哲学とか宗教とか心理学とかやってる人でお金に困ってる人っていうのは、何かね、その唯一絶対の答えを一つ探して、それをどんな時でも当てはめようっていう、なんかこうね、単純化するっていうか、こう機械化するっていう要素を持ってるんですね。そうじゃなければ、本当に心が豊かになればなるだけお金の面でもどん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 好転していってるはずなんですね。で、どういうことかっていうと、例えばね、心が豊かな人がね、じゃあどんな心が豊かですかって言った時にね、愛というのを例えば思い浮かべるとすると思うんですね。で、それは確かに正解なんですよ、ね、人生にとって、人間にとって一番大事なのっていうのは愛とか理解とか思いやり、それは間違いないんです。間違いないんですけど、問題はその愛とかっていうものを単純化してしまってるんですね。愛っていうのは優しさですとかね、愛っていうのは、ね、何か人にね、無料で 何か施しをしてあげることですみたいな感じで、愛そのものを単純化してるんですね。それがもう哲学とか心理学とか宗教とか心の学びをやってるのに、なぜかお金には困ってるっていう人の陥る罠なんですよ。愛っていうのは言語を超えてるんです、ね、言語でこういうことを言うのが愛ですよとかね、こういう行動が愛ですよって言葉で定義できるものじゃないんですよ、愛っていうのは。その瞬間瞬間で何が愛になるかっていうのは、その瞬間の中にしかないんです。だから、ある時はもう相手がね、どん底にね、突き落としてあげた方が愛になる場合もあるんですよ。その時初めて相手が目が覚めてね、本当に自分の人生っていうのを変えようというふうにする場合もあるんです。だから銀行っていうね、例えば組織がありますけれども、銀行が一番愛を表現する場合だってあるんですよ。銀行ってものすごくシビアですから、その感情がないんですよね。基本見てるのはその会社の決算書とか、そういったものしか見てないわけです、ね、お金を貸すとか貸さないとかっていう基準っていうのは情では貸さないんですよね。もう明らかに貸したお金を返してくれるっていうのが根拠として、数字として見えなければお金っていうのは貸してくれないわけです。たとえね、相手の社長がどれほど、ね、感情に訴えてきたとしても、ただの1円も貸してくれない、ね、人間関係では貸してくれないんですよ、あの銀行っていうところはね。そういう仕事をやってるわけです。でもその銀行が一番の愛情表現になるってこともあるんです。だからいつまでたってもね、だら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 こう借金をしてね、いたら、まあ、社長の目っていうのは覚めないわけですよね。だけど、もういや、もうこれ以上はお貸しできませんって言って、ビシッとこうね、借り入れっていうのをこう止めることで、初めて社長がね、目を覚まして、まあ、本当にね、心の奥底から、やっぱ経費を削減しないといけないなと、ね、やっぱ無駄をそぎ落とさないといけないなとか、本当に大事なものだけにお金を使うようにしようとかっていうことで、目が覚めて経営を良くしていくってこともあるんですよ。だからいつもいつも相手が困ってるから、じゃあね、やってあげるよやってあげるよっていうのを愛だっていうふうにこう単純化する傾向がある人は、自分は心が豊かなのになぜかお金に困ってるみたいな矛盾が起きるんです。だ、愛っていうのはそういう単純化できる、どんな場合でもこういうことを言いましょうとかね、どんな場合でもこういう行動をしましょうっていうほど愛っていうのは単純じゃないんです。愛が一番大事なのは間違いないですけど、何が相手にとってその瞬間愛になるかなんていうのは、その瞬間の中にしか答えがないんですね。で、それを分かるまではずっと同じ課題っていうのが起こるわけです。だからある時はものすごくね、もう全くこうね、手を貸さないで、いやもうこれぐらいだったら自分でね、なんとかしてくださいと、自分で招いた種なんだから自分でちゃんと刈り取ってくださいっていうのが、結果的に相手の人生っていうのを変えていって、ね、過去の相手と変わっていくっていうきっかけになる場合もあるわけです。だからその心が本当に豊かだったら、あ、この瞬間はこれが相手にとって最善であり、この瞬間はこれが相手にとって最善でありっていうね、瞬間瞬間の中に真実とか愛とかっていうのを見つけ出すような本当の豊かな心の人であれば、
必ずお金も含めた上で物心両面で豊かになっているということなんです。お金っていうのはどこまで行ってもね、収入の範囲内の支出っていうことに尽きるんですよね。自分が、ね、20万円の収入があって19万円使ってたら1万円お金持ちで、21万円使ったら1万円貧乏なんですよ。で、多くの人はね、じゃあね、収入が20万円だから、ね、困ってるのであって、100万円になったらそれが解決するって思うんですけど、そうじゃないんですね。もし20万円で20万円に収めきらない人っていうのは、100万円持ってたら100万円では収めきらないんですよ。なぜならそのお金っていうのはね、入ってくる量よりも使ってしまうっていうのは感情のコントロールができないってことだからです、ね、20万円だったら20万円使ってしまうのは簡単なんですよ。で、そういう簡単に使ってしまえる人っていうのは、100万円持ってたら100万円簡単に使っちゃうので、結局ね、どこまで行っても貧乏なんですね。で、ここで言ってるお金の豊かさっていうのは、必ず自分の収入の範囲内で支出を抑制できる、その結果豊かになってるっていうことなんですね。ただ大事なのは、やっぱり自分の夢とか願望の中にお金というものを必ず一つは入れておくということがすごく大事なんです、ね、幸せって確かに主観的なものですね、あの言葉とか数字とかこう客観的な、ね、ものにできないかもしれません。でもお金っていうのは明らかに客観視できるんですよ。それが達成できてるかできてないかっていうのは一目瞭然ですよね。で、その絶対に、まあ、逃げることができない、逃げをすることができないお金という基準も入れておくってことなんです。自分はこんな場所に行きたいとか、こんな場所に住みたいとか、こんな体験をやってみたいっていう、その中に必ずお金ですよね。例えば収入でいくら欲しいとか、貯金でいくら貯めたいとか、何らかそのね、明らかに達成できてるできてないっていう、こう明確な分かりやすい基準っていうのを入れておくということがとても大事になります。もしそれがないと、人って本当の意味で自分の自己改革、心の改革に取り組むってことはないと思うんですね。なぜならそのね、幸せであれば主観ですから、ね、いやもう自分はこれで幸せなんですって言えば、もう誰が何て言っても幸せですよね。そしたら自分自身を本当に改革しようっていうことにはならないんですよ。でもお金という逃げられない基準っていうのを持っててね、自分は収入としていくら欲しいとか、もしくは貯金としていくら欲しいとかっていう基準を持ってれば、それが達成できてないということは、結局心の中に何らか解決すべき課題が残ってるってことですよね。で、それを一生懸命探し出すんですよ、ね、心の内面っていうのは関係の中で見えてくるんです。人との関係、人間関係、物との関係、お金との関係、時間との関係、情報 との関係の中で見えてくるんです、自分の心の内側がね。だからお金っていうのも自分の心の内側を見せてくれる大事な鏡の一つなんですよ。で、お金の面で何か問題を抱えている、例えば20万円の収入なのに21万円使ってしまってるっていうことであれば、そのままね、収入を100万円に増やしても絶対ね、101万円とか110万円とか使ってしまうわけなので、やっぱ困るんですよ、お金にね。だからそれは明らかに自分の心の中に何か課題がある、問題があるっていうことを映し出してくれる鏡なんですね。だからお金との問題に真摯に向き合うということは、すごくこう自分の心の内側を良くしていくために大事なものなわけです。で、できることならやっぱり高い目標っていうのを設定して、そしてそれを絶対に下げないですね。もし下げるぐらいだったらその目標は立てない方がいいです、ね、あの下方修正とかっていうのは癖になりますから、一回立てた目標なのにそれが現状に合わなくなってきたから下方に修正しますって言うと、もう目標の意味がないんですよ。下方修正するぐらいだったら最初から立てない方がいいです、ね、だからできるだけ高い目標で一度設定したら絶対に下げない、自分が命があって生きてる限りは絶対下げないっていうことが大事です。で、これを守り続ければ少なくてもお金という目標は必ず達成できます。高い目標を設定します。絶対下げない。これだけです。でも、たったこれだけのことが人はできないんですよ。たったこれだけのことなのに人はなぜかできないんですね。で、なぜできないかって言ったらやっぱ感情ですよね。居心地が悪いわけですよ。高い目標を設定して現状とのギャップがあると、
その居心地の悪さというものを感じるので、だからその居心地の悪さを目標を下げるということで解消しようとするんですね。だから達成できないですよ。もう誰からね、別に指示命令されたわけでもないのに、どん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 自分の現状に合うように合うように目標を下げていくんですね。で、当然目標が達成できないと、ね、当たり前ですよね。自分で目標を下げて自分で目標をね放棄してるんだから、それは達成されるはずがないわけです。だから高い目標を立てて、それを絶対下げない、達成されるまで絶対下げない。そうすると必ず達成できるんです。で、そうした時にね、じゃあどれぐらいそのね、どれぐらいの期間耐えないといけないかっていうのは、そのね、達成したい目標によるんですけど、多くの人が達成できないのは、その方法が見つかってから挑戦をしようとするんですね。この方法だったら達成できるんじゃないかなと思ってから、ね、目指すんですけど、そうじゃないんですよ。本気で目指していると、後から方法を見つけ出すんです。少なくても今その目標を現実にしてないのであれば、過去の延長線上にはないってことですよね。例えば自分が収入が100、20万円で、ね、月100万円欲しいってなったら、明らかに今までの月20万円しか得てなかった自分では絶対思いつかないはずなんですよ。だから方法がわからないのが当たり前なんですね。方法がわからないのが当たり前なんですよ。だけど100万円になりたいと、ね、月100万円になりたいというのを思って、でも実際は20万円です。で、目標は100万円です。でもまた20万円です。で、実際は100万円で、目標は100万円ですっていうのはずっと続くと、人って居心地が悪いので、結局ね、無理なんだって言ってね、その100万円をね、じゃあね、25万円にしようかなとかって言って、どん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 現状に近い方に近い方に目標っていうのを修正していくんですね。その居心地の悪さに耐えられないんですよ。でも、目標を達成するのは簡単で、ね、どれほど100万円と20万円で80万円のギャップがあったとしても、その居心地の悪さに耐えて、ずっと100万円っていう目標を維持し続けるんです。そしたら見つけるんですよ。ある時突然。あ、これやったらうまくいくんじゃないかな、達成できるんじゃないかなっていうふうに見つけることができるんですね。で、そうやって、達成していくんですよ。で、これはね、途中でね、居心地が悪いからって言って下方修正した人はもう見つけることはできません。ね、自分でどん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 ね、いやもう居心地悪い、やっぱ無理だなとかね、やっぱ現実厳しいなとかね、やっぱこの状況ではとても無理だよなとかって言ってね、できない理由なんてね、もう100も200も1000も探すことができるわけなので、それを考え出すと絶対もうできないんですよね。だけど、もうね、一回立てたんだったらもうね、どれほど居心地が悪くてもね、絶対に下げないということをすると、ね、ある人にとっては数ヶ月で、ある人にとっては数年経てば必ず、あ、これやったら実現できるんじゃないかなっていう、そういう具体的な方法っていうのを見つけ出すんですよ。絶対に下げなければ。そしたらそれをやったら達成できるんですね。それなんで見つけられないのかっていうと、それは20万円の自分だったら思いつかない方法だからなんですよ。でも常に自分は100万円っていうね、自己イメージ、セルフイメージっていうのを持っていれば、本当にそのセルフイメージが本物になった時に、100万円の自分としてその100万円を達成する方法っていうのを見つけることができるんです。だから方法は後からついてくるんですよ。だから絶対に下げちゃダメなんです。一回立てた目標であれば。で、ほとんどの場合は自分で下げちゃうんですよ。人からね、下げなさいって指示命令されることはないのに、ね、自分から下げちゃうんですよ。居心地が悪いから、ね。そして達成できてない自分に言い訳を始めちゃうんですけど、それだと本当に心の内側の本当の意味での改革、本当の意味での豊かな心っていうのを作っていくことができないんですね。多くの人はその愛というものを単純化しすぎてるんですよ。どんな時でも人に優しいことを言ってね、どんな時でも人に対してね、甘い態度を取ることが愛だと思って勘違いしてるから、だからお金の面が解決しないんです。ね、それは相手にとってはね、愛にも何にもならない場合もあるんですよ。で、そういったことが分かってくるためには、やっぱり逃げが効かない、目に見える分かりやすい数字としてのお金という目標はあった方が、人っていうのは必ず進化成長しやすいです。そして繰り返しになるんですけれども、お金は幸せとは関係ないです。確かにね。
確かに関係ないんですけど、自由とはものすごく大きな関係があります。自由になりたいのであれば、やっぱりお金という目標を設定して、それを本気で追い求めて実現させると、やっぱり明らかにその肉体的な体の面での自由っていうのは大きく広がるんですよね。なのでやっぱりお金っていうのは、その自分の実現したい夢願望の中に必ず入れておく必要があります。そっちの方がやっぱり人っていうのは進化成長する。もしね、現状このままでね、幸せだと思ったらね、幸せの人生かもしれないですけど、進化成長はないんですよ。やっぱりもちろん自由にもなれないですよ、ね、その不自由な環境の中で幸せを感じながら生きるってことはできますけれども、やっぱりね、ちゃんとしたね、目に見える、それが達成できてるできてないってはっきりと白黒はっきりつく目標っていうのを持ってることで、初めて人っていうのは自分の心の内側に何か豊かじゃない部分っていうのを持っていて、それをなんとかね、自分でね、解決しないといけない、改善しないといけないということで真剣に取り組み始めるんです。お金っていうのはね、感情がないので善でも悪でもないんですよ。ただ自由とは非常に大きな関係があります。なので自分はね、心が豊かだからお金はいらないのよっていうのは絶対嘘です。その人は豊かな心は持っていません、ね、単に愛というのを何かね、優しさとかね、そういったものでこうね、単純化してるだけなんです。本当に相手のことを思えば、愛っていうのはその瞬間瞬間の中にしか見つからず、もし本当に心が豊かになっているのであれば、お金で困るということはないです。自分が本当に必要としているお金は必ず自分が受け取れるだけの人に変わることができていると思います。であればやっぱりね、一生一回なので、やっぱ、ね、自分が設定できるだけの高い範囲の目に見える数字としてのお金というのも目標を持って、そして一度持ったのであれば、どんなことがあっても、ね、途中どんなことがあっても絶対に下げない。そして本当に達成させたら、お金のね、本当の価値というものが分かります、ね、それはお金っていうのは選択肢を広げてくれる、まあ、印刷された自由なんだということが分かってくると思います。なのでお金に困ってる時も幸せで、お金持ちになろうとしてる途中も幸せで、そしてお金持ちになっても幸せと、そういう本当の豊かな心というのを、ぜひ目指していただきたいなというふうに思います。はい、もし今回の動画がですね、何らかお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。